エレーナ・イリニフ、ニキータ・カツァラポフ組、ロシア。Number 8, representing Russia, エレーナ・イリニフ and ニキータ・カツァラポフ。ショートダンス終わってトップ、NHK 杯初優勝、そしてグランプリシリーズ初制覇を目指します。女性イリニフ17歳、男性カツァラポフ20歳。勝負に選んだのは阿部マリア。最初のローテーショナルリフト、少し降りた時にランディングの時に女性が乱れましたが、そうですね、サーキュラーステップ後半でしたね。トゥイズルですね。少しタイミングがずれました。形に工夫がしてあります。最後は綺麗にまとめていましたね。コンビネーションスピン、難しいポジションですね。少し乱れたように見えましたが、どうでしょうか。この点、減点があるかもしれません。
ロシアエレーナ・イリニフ、ニキータ・カツァラポフ。NHK 杯初優勝に向かって4分間、ただ直前の2組が素晴らしい演技をした中で最終滑走。有川さん、全体としてはですね、今朝の練習とこう比べても何かこうおとなしいと言いますか。そうですね、はい、少しスピードがなかったように思います。そのあたりは初優勝に向かう、あるいは最終滑走のこうプレッシャーもあるんでしょうか。そうですね、やはり音楽もアベマリアということで表現する上で少し難しいかなと思いましたが、はい、この盛り上がりっていう部分のところでスピードが少し落ちた感じがありましたので、大会の前日から選手たちは入って練習をこのリンクで行ってきましたが、その時のフリーダンスに比べると力を出し切れたかどうか。そうですね、 90.03 以上を取ればイリニフ・カツァラポフの優勝、それより下の点であればアメリカの渋谷兄弟の優勝ということになります。まずステップから見ていきます。そしてリフト、このリフトはとても良かったですね。ローテーショナルリフト、はい、レベル4を取っています。あのツイズルの部分で少し形が崩れたということですね。そうですね、はい、でもツイズルはレベル4をきちんと抑えていましたね。片足レベルアップをこう狙っていくその要素というのはしっかりとこう掴んでいますが、はい、女性のポジションもきっちり変えて、はい、レベルが上がりましたね。ただ前日のショートダンスで見せたようなあのしなやかな印象。そうですね、演技表現力少し物足りない感じが取れましたね。幾分あの女性のエレーナ・イリニフの表情も硬かったように思うんですけれども。そうですね、やはり緊張していたんではないかと思います。この NHK 杯初優勝、そしてシニアのグランプリシリーズ初制覇を目指す17歳と20歳です。優勝はどちらか。90.03 以上で優勝です。イリニフ・カツァラポフ。イリニフ・カツァラポフ、イリニフ・カツァラポフ組の得点 87.65。 87.65、149.48、届きませんでした。最終順位は第3位です。ショートダンスのトップから3位に後退。